はい、皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木ひろみです。本日はですね、一発合格されました、去年一発合格された社会人受験生で働きながら一発合格された大谷さんにいらしていただきまして、直前期の学習法についていろいろお話を伺っていこうかなと思います。まずもう結構ね1年経っちゃったので、忘れてるところは多いと思うんですが、まずスケジュール関係に関して、5月6月の学習スケジュールをだいたい仕事しながらどういった形でやっていたのかなというところも含めてお伺いしたいんですが、まず東連は全部受けてました。東連は全部受けてました、はい。5月中のまず勉強方法について伺いたいんですが、5月東連受けながら東連プラスアルファファイナルとか受けて、でプラスアルファでやったことって何かありますか？解き直しとあとチェックテストのやり直しを中心にチェックテスト、レクの基礎講座についてチェックテスト、それをまあ解き直して、で4月分のファイナルの解き直しをしたとかいう感じでした、はいはい。で私のクラスだと過去問ってある程度解けちゃってる人は1回過去問から5月は離れてくださいという言い方をしてるんですね。で最後はやっぱり過去問で仕上げて卒業してほしいと。で今からもう結構過去問解けてるのに4月5月6月ってずっと過去問解いてると最後過去問で終わりたいのに、もうそこで問題演習効果って非常に薄くなってしまうので、いい意味で1ヶ月分ぐらい過去問から離れてもらって1回ちょっと過去問抜こうと、そうすると曖昧なものがもう1回浮かび上がってくるからという意味で、5月は過去問1回離れなさいって言ったと思うんですが、じゃあもう5月はほぼほぼ過去問やらない感じで。そうですね、チェックテストとファイナルを中心にやって、例えばそのマイナー科目でまだ過去問演習回数少ないといったものも離れました。離れました、はい。ゴールデンウィークぐらいまでやったみたいな感じですかね。そうですね、ファイナルとかで、埋めていく感じ、うん、はい。じゃあそのもうとにかくひたすら手持ちの問題を多く解いたっていう感じで、はい、テキストブレイクスルーだとかって読み込んだりしました？ブレイクスルーはその分からない問題のところだけ変える感じで、ピンポイントでえっと思ったら整理したくなったりとか、はい、で戻った感じ、はい。じゃあそれをひたすら繰り返していった感じですか？そうです。仕事もゴリゴリしてたじゃないですか。でしかも5月引っ越しもしましたよね。そう、4月4月でその、引っ越し準備、引っ越し前後すごい忙しいし仕事も忙しいしって感じで、勉強時間の確保って特に働きながらだと、私も社会人受験生だったらその苦労すごい分かるんですが、ね、ひたすら眠いとずっと言ってて勉強時間、睡眠時間と勉強時間ちょっとお伺いしたいんですが、平日の勉強時間で今日ちゃんの手帳を持っていただいてるんですが平日の勉強時間で一番少なかった日ってどのぐらいですか？5月2日が一番少なくて41分だけ。正味の勉強時間、机に座ってる時間、机に向かってる時間41分で、じゃあ平日と休日で一番多かった日って何分ぐらいですか？平日は一番多くて7時間半とか。頑張りましたね休日は5月以降は少なくても10時間、10時間は普通にやるよねっていう感じで。そうですね、一番多くて14時間16分プラス講義。すごいですねやってますね。それはやっぱりそのぐらいやらないと、仕事もあるし落ち着かないっていうところだと思うし、はい、結構もうテンション高いので多分布団に入っても寝れないとかっていう状況もあると思うんですが、でもなんか変な時に寝てましたね。模試の最中とかもう普段寝てないもんだから模試やりながらかくっても寝落ち、はい、しちゃった感じで、はい。だからで直前期の皆さん寝た方がいいと思うんですが、大事な時にそうやってかくんと寝てしまったりするので、それも含めて反省だとは思うんですが、でじゃあその4月ファイナルズってやって過去問とファイナルやってた、あとその5月になって一旦過去問から離れてファイナルだとか手持ちのチェックテストを繰り返し、で6月に入ってからまたファイナルとプラス過去問に戻った感じですかね。そうですね、過去問
をまた再開した感じ。再開した、はい、であのちょっと過去問を持ってきていただいたんですが、でその過去問もですね、あの全部ひたすら解きまくったかっていうと、まあそうでもなかったようで、あので結構これを見せるともしかしたらちょっと引いちゃうかもしれないんですが、あのこの過去問ですね、あの解いた、ところで言うと、最初のあたりですね、まあ、ミンスやりながら元旦からスタートして、ね最初罰だったけど徐々に丸が増えてきて、で、ちょっとね5月下旬に久々に戻ったら、あ4月に過去問一貫離れさせた戻ったら、コテンパンに罰になってやべえってなって、その後また解いて6月17日に20丸ついたよという感じで、まあ、よくねそのやっぱ離れると抜けるのねっていう感じだと思うんですが、で私のクラスだと過去問の出来に関しては20丸丸三角×つけてねっていうのが、あ20丸は全足判断できたで、丸は2択とかで、ラッキーで取れたところもあって分かんない足もあったよとか、で三角が迷って落とした、×が点でダメという感じではあるんですが、まあ、ちょっと離れりゃ点でダメになるわよねというところで、あとこの問題自体は解いてないんですが、これは古い問題はもう解かなくていいよと私のクラスでは言っているので、もう、古い問題は一切解かないと、でここに書いてあるのは前のページやりながら出てきた復習的な感じ、はい、そうです、やっててもこれ整理しなきゃまずいみたいなところでそこを書き出したとか、そうです、もうこれ最初の段階で書いた記憶あります？いや、もう最後あたりにもう書いて覚えようみたいな感じですかね。そうです、そもそもミンソって年明けとかですね。そうですね、今日じゃ、なので時間もなかったですね。そうなんですね、いつかはちょっと分かんないんですけど、うん、まあ結構直前期、直前期に解きながらやばいここも整理しとかなきゃっていうので、はい、解いた横でも書いたみたいな感じですね、はい、であとはまっさらな問題を古い時代の問題とか解いてない。で6月ぐらいの過去問演習だとかなんですが、これですね、ですが×がついてるものとその問題ページに×がついてるものとかなんですが、これは解けなかったやつな感じですかね。×は解けなかったやつで、なんかずっと過去問を5問で1セットっていう感じでやってたんですけど、うんうん、直前期も分かってる足やる時間が無駄だなっていうふうに思ったので、うんうん、こういった×がついてる、うん、6月に過去問に切り替える直前の5月ぐらいに1回パーって解いて、うんうん、その時にちゃんと理由とかまで言えなかったやつに×つけて、あ、はいはいはい、で6月は×のやつをまたやるっていう感じで、じゃあその全足5個全部解くってなると本当に時間なくなっちゃうので、もう特にたくさんのものを回していきたいのでこの足は大丈夫っていうものを外して、はい、やばい、この問題というとあうえがやばい、そう、はい、でそれだけ解くっていう感じですかね、はい、でなので最後戻るときに前にザザッと確認してやばいものをピックアップしてっていう解き方ですかね。そうですね、なのでやっぱりですね、たくさん解こうとなるとその分だけ分かる、もう完璧に分かるものを繰り返しても、時間的にはねもうもったいないよねっていう感じで、じゃあやることをどんどん絞っていったっていうところだと思うんですが、でじゃあまず当連を毎週毎週受けてって、でしかも途中引っ越しとかもしてから忙しくって点数報告をちょいちょいその、ね、毎回、受けたらこんな感じでしたって点数多くいただいてる中で、もちろんファイナルとか公開模試とか良かった回もあるけれども、で4月週とかって結構良かった、25ぐらい取れて良かったんですが、公開模試終わった、ファイナルその後5回目が20点にいきなり下がっちゃって、あと公開模試も午後の部、そうですね、公開模試の午後の部1回目が20点、で20問で、午後がやばいのかなと思ったら、ね、ファイナルの今度午前回で20問とか取ってて、でこのあたり結構メンタルきつかったと思うんですが、そうですね、点数ってやっぱり一喜一憂しました？いや、あんまりその結構自分に甘いタイプで、うん、働いてるからもちろん時間ないんですけど、逆に働いてるから取れなくてもしょうがないじゃんってすごい思考一発合格者ってみんなこうなんですよなので、まあ、もちろんねその一発合格者 の、まあ、
一回へこんで切り替えがうまい方っていうのはすごく良くてですね、あとはもうそのね、私こんなにやってて偉いじゃんっていうね、あの、はい、自分を褒める、はい、これ大事なのかなと思うので、あの私は一発降格できなかったんですが、あの、ね、私も働きながらそのモチベーションがあればよかったんですが、もうダメよダメよって私はもうネガティブに一人で勝手にへこんでた口なので、あのぜひ今からでも皆さん、あの気持ち変えられると思うので、あのそういった意味で自分を褒めながら、ここまで頑張ってきた偉い自分、と思いながら、あの褒めを沿わして、あのなんとかたどり着いていただきたいかなと思うんですが、じゃあちょっとね、あのトーレンだとかのスケジュールを意識して4月5月6月って勉強していきました。そう、スケジュールを意識してだったら毎週毎週トーレンあるじゃないですか、はい、それによってやるべきことって変わってきました。隔週で午前と午後変わると思うんですけど、うんうん、佐々木先生があのその週末にある科目の勉強をするようにっていうふうにおっしゃってたので、うん、週の最初火曜か水曜ぐらいまでは前回の復習をやって、ね、うん、途中からはもう午前午後切り替えて、じゃあ今週末が午後会だったらもうあの水曜日ぐらいからもう午後ばっかりやるとか。そうですね、はい、でその寝た時には基本的には問題繰り返していくっていう感じですね、はい、じゃあ記述ってどうしました。まあね、記述ファイナル、私覚えてるのがファイナル1回目2回目ってコテンパンなね、あの2点とか3点とかだったと思うんですが、はい、あのね、ちなみに記述本試験25位でしたっけ。あ、そうです、はい、あの本試験すごい記述でですね、あのファイナルもそのね、コテンパな点数取った人でもあの頑張り次第でそこまで上げられるっていう感じなんですが、じゃあどうやって上げていきました。枠ずれって徐々に減りました。枠ずれはそうですね、枠ずれ自体はそんなにしてなくて、ただボロミスというか、うん、どうでもいい、ずれてないのにえみたいなです。それはでも新しい問題をやるのもまあ大事だと思うんですけど、ひな型をちゃんと入れないと取れるものも取れないので、うんうん、新しいのはあんまりやってない、ね、そうですね、あの分かっても結局ひな型にかけないと、あの分からなかったのと同じ点数になっちゃうので、あのそこで直前期も含めてもずっとひな型メンテナンスをしていった。でそのひな型メンテナンス、ひな型も一回覚えようっていうのは、解いた問題で気づいた端からも確認してっていう感じですか、はいはい、であのじゃあそうやってもう片っ端から解いてきたらひな型潰していくっていう感じなんですが、解いた素材的にはそのファイナルだったりとかで、あのその記述科学ベースアップとかを解き直していく感じですか。そうです、そうです。でそれはもうひたすら問題を繰り返す。でたくさんの問題をあのちょびっとずつ解くよりは、手持ちの問題をまたあの繰り返して繰り返して、あの確実にできることを増やそうと思う。だからあの去年持ち分会社の登記で言ったと思うんですけど、うんうんうん、もう鼻からコロナは出ないっていうふうに決めつけてあのやってなかったんですよね、うん、ただその何書かなきゃいけないとかは担当でも必要なので、それは分かって、だから、うん、まあ、これっぽいことかなみたいな、登記事項だけ分かっていればっていう、まあでもここで点を取りに行くんじゃないんだってもう気持ちを切り替えた感じ。そう、そんな迷ってる方が無駄ですね、うん、何やるかって決めた方が時間がもったいない、うん、次第可能性で言うとここはもう出てもしょうがないよねっていうところを捨てて、うん、みんなできないんであそのモチベーションってすごく大事だと思いますね。あのみんなできそうなところと、もうこれ出てもみんな無理だよねっていうところをあのしっかり分けていった方がいいかなと思うんですが、でじゃあそのずっと基本的にはそのファイナルだとか、あと今回もし3週連続の時って結構6月頭きつかったと思うんですが、あのその公開もしの時もあの基本的にその通学で受けて、で受けたら復習してっていう感じですかね。公開もしちょっと記憶が曖昧なんですけど、午前ファイナルかなんか、うん、あの択一、午前の択一って時間余るじゃないですか、うんうん、だからなんか現場でやっても時間がもったいないなって思って、うんうん、途中から、まあ、割とその4月とか5月ぐらいで、あの4月とかぐらいでなんとなく当連の会場の空気も分かってきたから、はい、ファイナルの午前会はもう家で解くって割り切った。午前会途中あの、ま、記述の時間に間に合うように、はいはいはい、午前中のその公開もしも含めて
だったような気がします。そのぐらいまでも時間がない方はストイックにあの午後の1時に行けばいいやっていう感じですかね。あ、その無駄、はい、無駄なんで、もうとにかくね移動時間を削減して、あの勉強ギリギリまで家で勉強するか寝てるかっていう感じで、そうですね、午後の部に行くっていう、はい、あの初学者ながらもうベテランのような、ね、あのでもそのぐらいの割り切りだとか勉強時間確保っていう多分意気込みは必要なのかなと思います。でじゃあ、あと仕事との両立で言うと、そのさっきね勉強時間すごい平日でもマックス7時間30分という時間がありましたが、どうやったらそんだけ取れるんです？まあ、だいたい社会人受験生私も含めて働きながら勉強してるのさ、ラストもそうでも寝る時間削るぐらいしかもうない感じだと思うんですが、じゃあ細切れ時間と睡眠削った結果がこうなったよ。細切れは入れてないので、細切れ入れたらもっと多いかもしれない。らしいですよ。あのだから、ね、まあ、やる気になればそのぐらいあの勉強に向かえる時間は作れる。ただもう物理的にちょっとどう頑張っても無理だよねっていう時は41分の時もあるよね。そうです、ね、っていう感じですかね。まあ、あの有給とかって取りました？有給は、直前の金曜日と6月の最後の、あ、最後の本試験 の, あのあ7月かし、うん、本試験の直前の金曜日 と, あと6月月1では絶対取ってるので、うんうんうん、6月も13に休んでますね。はい、じゃあそんなにまとまって本試験前1週間とか取られる方もいるんですが、あのそんなに計画的に直前期にどっかり有給取りましたとかっていう感じではない？そうですね、あのなんか休んで逆あれです、 休んでないからできなくてもしょうがないじゃんスタンスを最後まで貫いたんですよ。本当にメンタルを維持することだけに、うん、あの注力してたので、うん、なんか自分に対する言い訳にできるように逆にしてます。休んだのに結果がついてこなかったらへこむし、そうそうです、そうです、すごいですね、あのあなかなか聞かないタイプです。ではじゃあ当連とか模試ってどうやって復習しました？当連は、あと当連と模試は、うん、とりあえずその点数で一喜一憂したくなかったので、その自宅で過去問解いてるときは、うん、その何が聞かれてるかっていうそのタイトル文みたいなの読まないで、うんうん、丸か×かをとりあえずつけて後からその一個ずつ合ってるかを確認するようにしてたんですけど、うん、当連とかはあの軸足 でこう、うんうん、本番やるような感じで点数をとりあえず取るっていうようなスタイルにしてて、うんうん、あれ何聞かれてましたっけ？あのいや、あの当連の復習、あ当連の復習あの当連の時はその軸足でやってたんですけど、それだとその分かってる問題とかが曖昧になっちゃうので、うんうん、復習する時はもう一回解き直してその軸足とか関係なく解いて、うん、1回目の丸×した後、点数自分でつけた後すぐはそういう風な感じで復習して、じゃあもうあの1回解いた後は基本的にもう過去問と同じ感じで、あそうです、はい、うん、また繰り返してやって、繰り返してで、あのもう大丈夫かなっていう足はもうその先の台にもカットしてっていう感じですかね、はい、じゃ あの記述とかも結局そうやって同じようにもう繰り返して解くだけで解いて、あの2回目とか3回目以降は解説文読まなくても重要論点一覧と模範解答だけでなんとかいけちゃうと思うんですよね。そうですね、でそんな感じであの初回の復習をちょっと気持ち低め目にやるぐらいですかね。そうですね、復習、そうですね、あとはまあそれきっかけで雛形周辺を覚えたりとかっていうのをひたすらもう気になったものをそこでも潰していくっていう勉強スタイルですかね。はいはい、ではあの直前期にもやっぱり苦手科目っていうのは出てくると思うんですよ。この科目がなかなか点数伸びないなとかミスが多いなみたいなものとか、あの例えばその開票の知識の整理だとかって結構直前期されてると思うんですが、そういったものもあのなんか当連きっかけとか問題集きっかけですか？条文って読みました？直前期あんまり条文読んでなくて、うん、なんかあのまとまってる表を写真撮って、うんうんうん、あの隙間時間に眺めたりとか、そういう、まあ、割とその社会人受験生覚えたい図表だとかって仕事中はなかなか難しいけど、
ちょっと移動中とかにスマホで写真撮っとくと細切れ時間に使えるかなと思うんですが、まあ、そういったものを図表を使って整理していった感じ。そうです。はい、ではまあ、そういった形でも割と点数を着々と上げてった方だと思うんですが、でまあ、直前期 の、 そのメンタルの持ち方っていうのはすごく前向きで、点数的にはまあここ寝ちゃったしはぁみたいなご報告をよくいただいてたので、もう 次こそ寝ないとかね、そういうなんか目標の立ておかしな目標の立て方だったんですが、ただまあ割とプラス思考っていうのはすごく大事なのかなと思います。悪かった時もずれちゃった時も点数コテンパンに大きなミスをした時にも、じゃあ次に同じようなミスしなきゃいいんだよねというところのトレーニングはすごくできるのかなと思います。ぜひですね、今これを聞かれてる方は5月なしは6月に動画聞かれてる初受験生なんですが、それも含めて後輩にメッセージを、何かこうすればいいだとかあればどうぞ。勉強のこと全然関係なくなっちゃうんですけど、この動画の話いただいた時から絶対言おうと思ったことがあって、うんうん、ここまで動画を見てくださった方は必ずエアコンの稼働状況を確認していただきたくて引っ越しをしたんですけど、ちょっと施工に問題があったみたいで、私の部屋だけエアコンがつかなくて。6月エアコンないと大変ですよね。いや本当に最後の週にエアコンがつかないことが発覚して、ちょっとあんまり勉強できなかったんです最後の週なので。あ、身の回りの生活環境そうだよね、全般的にそうですよね。いや本当に大事です。なんか、今だから笑い話になりますけど、食前期ももう本当にどんな悪口をネットに書き込んでやろうかって思うぐらい追い詰められてなので、勉強関係なくとりあえずエアコンでつけて涼しくなるかっていうのを、まあ今のうちにね、5月頭ぐらいにエアコンとりあえず始動するかどうかというところも含めて、あと例えばその関連で言うと、普段時計してない方も本試験時計持っていかなきゃいけなかったりするので、うん、そういったものも想定して、特に公開模試だとかでそれも含めて、身の回りのものの準備も含めて、あと家庭環境ね、も含めてしておくといいんじゃないかなと思います。それ以外で何か後半にメッセージあります？エアコン以外。エアコン以外。いや、でもここの、ちゃんと本試験受けようって思ってる方はここまですごい勉強して来られた方だと思うんですけど、そうですね、睡眠取らないといけないと思うんですけど、そう言ってもね、そうなんですね、削るとか社会人そこしかないんですけど、私も5月6月社会人受験生だったので、今は受講生さんには寝ろって言ってるんですが、正直寝てられないんですよね。布団に入っても目が冴えちゃうし、なので健康に支障がないようだったら、ラスト1ヶ月だったら私はもうありなんじゃないかなと思うので、ただ寝られる時には寝た方がいいと思います。いや、そう思います。寝られるんだったらね、寝た方が学習効率も全然いいので記憶の定着も寝た方が良いので、ただ言っても寝てられないんだよって方は、ラスト1ヶ月に限ってはそれもありなんじゃないかなと思いますので、まあ、あとはね、そうじゃないんだったら隙間時間をしっかり積み重ねて取り組んでいただきたいかなと思います。ではぜひですね、大谷さん続いていただいて、皆さんも合格して今までのドロドロした苦しい生活から出していただきたいので頑張っていきましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。